れ様でした。お疲れ様でした。二人とも顔が変わっちゃったに。うん。で、ちょっと今着替えをして汗だくなんで、はい、あ、ちょっとプラスアルファで持ってきといてよかったですね。こんなこともある。とにかくいい経験でした。ガスさんの8合目までちょっとドライブしてみようかなと思ったんですが、去年から土砂崩れがあったそうで、その通行止めが続いているとのことでした。全くもって先に進めないということなので、ルートを日本海側にとってですね、海でも見に行こうかと思います。はい、残念だったね、うん、じゃあ行ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい、おお、鳥が見えてきた。今ですね、海の方に向かって走ってるんですが、ガッサン行くための迂回路っていう矢印がね、看板出てました。でもまあ今回はやめにして、海の方に向かいたいと思います。いい景色です。そして鳥を撮っておきましょう。でかい、でかいね。わあ、ありがとうございました。はい、はい、来ました、日本海でーす。はい、はい、今回これで太平洋と日本海ね、ピッピッ行ってきました。そして綺麗ですね。ゴミ拾いたいけど、うん、ゴミ拾いたい ね湯の浜、うん、温泉っていうのがあるあたりに来ています。夕焼けが綺麗だろうねっていうようなところではあります。ね、 いっぱいある、はい、あとはさっき山登り、山下りでびちゃびちゃになって首とかペタペタするので、ちょっとどっかの温泉でも入って、その後空港の方に向かおうかなというところでございます。いいとこあるかね。ねえ、なんかちょっと探してみようか。なんかあの地元の人たちが使う、共同浴場があったりとかもあるって書いてあるし、まあ、こんな共同浴場もあるからね、時間が間に合えば立ち寄りをしてくれるかもしれないし、うん、はい、珍しく公衆浴場というところに行ってみることにしました。地元の人たちが使うとこみたいなんですけど、ちょっとお邪魔させていただきたいと思います。駐車場はちょっと離れたところにあったので、はい、はい、ちょっとさっぱりするといいね。そうだね、疲れも取れるかね。うん、そうだ ね、あ、ここから海が見えて素敵です。はい、入り口、入り口こっち、あー、入ろうかな。マスク持ってこない。一本ずつ飲む、あ、もう好きなら飲んでいいですよ。カルピスに入れるよ。最高だったね。最高、ありがとうございます。いやいやいや、ちょっとジュースか、はい、風鈴が、うん、これがいい音してたかな。お風呂いただきました、かけ流し。気持ちよかったね。うん、気持ちよかった、はい、すごいです。それでは、はい、帰ります。このまま寝てしまい、はい、荷物まとまりました。空が綺麗ですよ。綺麗です、綺麗です。それでは、はい、それでは荷物もちょっと駐車場借りしてまとめたので空港に向かいたいと思います。あっち、空綺麗、
青い空に見送られているような感じがして嬉しいです。お風呂が気持ちよかったから機嫌がいい。あ、猫いたも白猫2匹いた。白猫2匹いました。はい、最後にいいことあった最後の最後までいいことあったね。最後の最後までだね。ね、までいいことあった。ビューティフォー。というわけで無事庄内空港まで到着しました。あ、今回も楽しかったね。よかった。もう楽しいので飛びます。はい、元気です。腰大丈夫です。よかった。それではまた一度家帰って洗濯頑張って次の旅へまた向かいましょう。綺麗だ。受けまして、ところどころ揺れてくることが予想されております。